こういう球あります？ラウンド中あんまないですか？いや、あります。あります？あります。こっちかこっちです。なるほど。スライスしちゃってる大きな原因っていうのが、はい、スタンス幅も少し広めにしてもらって、それで広いですか？全然もっと広くてもいいです。もっと、はい、はい、全然全然。狭いと、もう一つ何が悪いかっていうと、じゃあ今までがどのぐらい地面と平行だったかって分かりますよね？分かります。もう、はい、今気持ち悪いです。気持ち悪いですよね。はい、はい、それでいいです。はい。今ちょっと胸にこう力が入ってしまっていて、てグッてすくんじゃってる状態ですね。はい、すくんでしまってる状態なので、体がちょっと動かしづらい、腕もちょっと上げづらい状態になっちゃってます。テイクバックがかなり浅くなっちゃってるんですね。じゃあそれどうするかっていうと、なのでクラブヘッドがよく動いてくれてるので、ちゃんと球は捕まって、まあ、いわゆるヘッドが先行してくれてるのでドローしてるよっていう状態ですね。はい、はい。ドライバーは、はい、ドライバーも同様に引っ掛けの方が多いんですか？そうですね、引っ掛けチーピンみたいなのが多いですね。はい、わかりました。はい、ちょっとじゃあまず打っていきましょうか。はい、もういつも通りラウンドで打ってる感じで大丈夫なんで。はい。うん。ナイスショー。飛んでますね。うん。こういう球あります？ラウンド中。あんまないですか？いや、あります。あります？あります。こっちかこっちです。なるほど。曲がるとしたらスライスかドフックかどっちかみたいな。はい。スライスしちゃってる大きな原因っていうのが、はい、アドレスがアイアンとほぼ変わってないですね。これは緊張のせいかわかんないですけど、もうほぼ肩幅ぐらいでまっすぐ立って、あ、今から地べったにあるボールを叩きつけるのかなっていうぐらいの構え方しちゃってます。はい。やっぱティーアップしてる理由としましては、ちゃんと上がりしなこういうふうにアッパーで当てにいって打っていく、はい、はい、この形をするためにも高い球を打っていかないといけないんで、やっぱり構え方としては全体的にこういうふうに右に傾いてる形。野球ボール高く投げろって言われたら、こうやって構えて投げません？はい、投げます。投げますよね。はい、で、まっすぐ投げろって言われた時も、普通に腕の使い方って高く投げる時と何か変わります？そこまで変わんないですよね。変わんないです。でも結構やってしまうのが、いわゆるまっすぐ投げる形でこういう風に投げたりとか、そしたら腕の振りすごいおかしくなって球も飛ばないし、はい、ミスショットになっちゃいますよね。はい、はい、アドレスまっすぐ構えてる状態なのに、スイング中にこうやってグーって高く上げようとしたら、すごい体おかしくなっちゃうんですね。はい、動きも崩れちゃうし、なのであらかじめアッパーで触れる環境っていうのをちゃんと作ってあげて、重心の位置だったり肩の位置っていうのも、このラインっていうのも全部ずらしてあげてスイングをしてあげると、腕の振り使い方は何にも変えずにちゃんとアッパーで振っていけるよっていう状態になります。はい、はい、なのでちょっと構え方だけちょっと最後直してちょっと打っていきましょうか。はい、はい、じゃあまず、スタンス幅も少し広めにしてもらって、はい、それで広いですか？こういう感じですか？全然もっと広くてもいいです。もっと、はい、はい、全然全然、はい、全然それぐらい広くても全然構いません。はい、はい、何も広くないですから。前が狭すぎなだけなんです。狭いと、もう一つ何が悪いかっていうと、小回りはよく効くんですよ。で、小さい筋肉はよく使えるんですね。でもドライバーっていわゆる飛ばす筋肉、いわゆる一番振らないといけないわけですよ。はい、体を大きく使っていかないといけないクラブなのに、スタンスがこんな狭くて思いっきり振れってなったら、上半身ばっかこうやって動いちゃうんですね。はい、じゃあスタンスがこうやって広ければ一緒になって
動かしに行くことができるんで、結果的に下半身と上半身ちゃんと連動性が取れるんですね。でも上はこうやってめちゃくちゃ動かしたくて下半身を全然動かせないという状態なんで、どっちを優先にしていいか分かんなくなってしまうんですね。はい、はい、なので例えばですけど、アプローチでこんなことします？しませんしないですよね、はい、ドライバーでこうやってやってるんですよ今、はい、結構おかしくないですか？おかしいですね。おかしいですよね。やっぱり綺麗にやってたいとか曲げたくないっていうのがあって、結構ちっちゃくちっちゃく今なっちゃってるんで、はい、ドライブはこうやってもめちゃくちゃ大きくていいんですよ。こういう長いクラブは結構大きい筋肉全身で使っていかないといけないので、はい、なので無理せずぐらいでいいんで、ちょっとスタンスは広く取ってください、はいはい、いつもよりかは広く。言われてすごい驚愕でした、ね、そんなにちっちゃかったなと思って、はい、めっちゃ小さいです、はい、だってこれでもすら結構広いって感じますよね。もうだいぶバッて広いですよね、はいはい、でも全然普通ですから、はい、でなるべく上がりしなで振ってってほしいので、重心の位置っていうのも肩のラインっていうのも結構右に偏っちゃっていいです。そうです、目線も結構高く、はい、そうちょっと見上げるような感じですね、はい、はい、それでいいです。でヘッドのこのセットアップする位置も全然変にボールに寄せすぎなくていいんで、体の中心ぐらいでいいです。はい、でまずちょっと素振りしてみましょうか。はい、はい、そうで振り終わった後結構グッてこっちに乗ってる感じありません？あります。はい、それでいいです。あ、これでいいんですか？いいです、いいです。なんか勝手に思っちゃってました。前にこう乗っかって、あ、前にこれグーって乗っていくってやつね。乗っていかないといけないのかな。そんなことないです。だから球が低くなって引っかかるんですよ。面がかぶりやすいので、上半身も突っ込んだ状態で振りに行けばフェース面も開きづらいので、やっぱ引っかかりかスライスかのどっちかになっちゃう。なのでなるべく体を大きく使ってあげれば、もちろん手元も先行するし、フェース面も開くし、球も上がりやすいし、スライスも変にしないし、チーピンもしづらい形になるので、はい、やっぱりアイアンも、ドライバーも構え方がちょっと悪すぎます、はいはい、じゃあちょっと、はい、もう一回構え、もうボールに構えてもらっていて、はい、そう結構見上げちゃっていいですよ、はい、そうそれでいいです。で重心の位置ももうちょっと右、そうそれぐらいです、はいはい、ちょっと今日かなり右に傾いてるけど大丈夫かなぐらいでいいです、はいはい、それでボール打ちましょう。はい、それぐらい、それぐらい、ああ全然いい、全然いい。で今、はい、右にめっちゃ乗った状態でこのままこうやって乗ったと思うんですね、はい、はい、こういう状態、右に乗るのはいいんですけど、お尻に乗っちゃダメです。お尻、右のお尻、はい、かかとですね、かかとにこうやって乗らないように、はいはい、なるべくつま先のこの前側、前側、はい、この母子球で耐えようとしてください、はいはい、もう一回じゃあ素振りしましょう、はい、右に傾いてるんですけど足は動かしてください、はい、はい、そう、それでいいです、はい、行きましょう、はい、あ、ナイス、それでいい、それでいいです、はい、はい、もう一回行きましょう、はい、今体重の割合何対何ぐらいのイメージですか？8ぐらい乗っけてます。あ、8ぐらい乗っけてますよ、はい、ぶっちゃけ6、4ぐらいです、まだその見た目はですよ、はい、でもそのぐらい乗っててください、はい、じゃあ今までがどのぐらい地面と平行だったかって分かりますよね？分かります、もう今気持ち悪い、はい、気持ち悪いですよね、はい、はい、それでいいです、はい、そうそれでいい、それでいいです、うん、まだかなりこの構え方がめちゃくちゃ気持ち悪いと思うんで、はい、振りづらいと思うんですけど、圧倒的にスイングの軌道として上からクラブが入りづらい形、フェース面が開いて当たりづらい形になってくれるので、はい、目いっぱい自分で頑張って引っ掛けなきゃっていう動きっていうのをしなくて済むようになってくるんで、はいはい、さっきのアイアンと同じようなこの上げて下ろすだけで、でいいですって感じでいいんですか？全然いいです、はい、使い方は一緒です、はいはい、ドライバーはあくまで違うのは地面にあるボールかそうでないかの違いぐらいです、はい、はい、まあ、あとは長さの分もちろんスイングの軌道っていうのはちょっとずれるんですけど、はい、OK です、じゃあラストいきましょう、はい、はい、はい、OK です、はい、ミッショットで終わってくれてありがたいです逆にこっからどのぐらい成長するかっていうのを、はい、ちゃんと動画に収められるので今日、やったこととしましては、まずアドレスの入り方、自分が使ってる筋肉の、まあ、部位
結構多かったのがどうしてもボールに合わせてグッて構えに行きたくなってしまっていたので、はい、肩が丸まった状態、テイクバックが上げづらい形になってしまっていたので、どうしてもテイクバックが浅くなりやすく、フォローで補う形になってしまうので、ロフトも立ちやすくて飛んでしまったりとか、あとはヒールに当たってちょっとスライスになってしまったりっていう風になるスイングだったので、アドレスの入り方さえ気をつけてあげればテイクバックも深く上げれるようになるんで、アイアンとか短い番手に関してはしっかり地面を叩きやすくなると思うので、距離もかなり出せると思います。はい、はい、でドライバーも同様にスタンスがめちゃくちゃ小さく、もう地面と平行に構えすぎなので、なるべく高く上げれる構え方っていうのを、そうです、はい、下向いて上投げてるという状態なので、はい、その形にならないようにちょっと構えて、はい、アッパーで打っていく、まあ、スマッシュって言われる先生がよくやってる打ち方なんですけど、はい、その形をちょっとできるように今後、練習来ていただくときにちょっとレッスンしていきたいと思いますので、はい、ここから1ヶ月間という短い期間があるんですけど、はい、ちょっと精一杯目標に向かって頑張らせていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、この動画が、少しでも参考になったと思う方いましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。各種 SNS も、概要欄に貼っておりますので、いろんな情報たくさんあるんでしっかりチェックして、まあ、インスタとかコメントとかいっぱいしてください。はい、ではお願いします。はいお疲れ様でした。お疲れ様です。距離を伸ばすための裏坂、すごい打ちにくいやろうけど、これが一番綺麗な、めっちゃ綺麗。つま先浮かんように前に乗せて、そのいいね。でもレッスンあるあるだね、はい、レッスンした明日ラウンドなんですけど、今スコアいくつで終わってるんですか。今100から90後半ぐらいで、うん、明日は試合、明日は試合、普通のラウンドです、はい、大きい握り、いやそんなないです。じゃあ目先のことはどうでもいいかな、はい、明日のラウンドのために、じゃあ最後に明日のラウンド用のスイングを作りますっていうのは話にならないんで、はい、今日やったことをやろうと、はい、をやればいいです、はい、でスコアは悪くていいです、はい、うまくいかなくていいです。うまくいけばいいし。そしたら何がうまくいったかとか、何がうまくいかなかったっていうのが明確に見えるでしょ。はい、それを次来た時に竹に言うんですよ。はい。うん、なので、まあ、明日ラウンドは、まあ、すぐ実践ができるっていうのはすごい大事なことなので、なるべく早めにレッスンに来ていただければ、はい、ラウンドで崩れた部分っていうのが、どういうふうに崩れたかとかっていうのも、また説明ができるので、なるべく早めに来てください。はい。